こんばんは、脱力障害者の塾長です。さあ、スロモン3回戦ですね。3回表の、後半戦ですか、今日ねスタートなんですけど、まあ僕の回は2回の表、3回の表2回続けて、ズル向け VO マンキーさんを呼んでるんですけどね。まあちょっと前回しくじって、今回もちょっと今一つなんですけど、まあこの後どうなるのか、僕も楽しみにしますね。ぜひぜひ期待してください。木村拓人塾長がパチスロで対戦。勝負は3回行い、1回の表塾長、1回の裏魚拓といったように野球のように進行します。毎回助っ人を呼んで乗り打ちした合計サマイがそれぞれの得点となり、勝敗は3回のトータルサマイで決定。一発を狙うのか手堅く立ち回るのかは勝負の展開、そして助っ人次第です。実戦ルールは軍資金自腹の乗り打ち勝負、制限時間は7時間、その他は収録ホールのルールに従って立ち回ります。先行は塾長チーム、助っ人はドラゴン広石、自身で選ぶオールマイティ武道 X の3人。高校の魚拓チームの助っ人はエロ漫画パンチ、誰かはお楽しみのミスター X 伊藤真一。果たしてどちらが勝利するのか。魚拓塾長のスロモン。今回は3回の表、塾長武道 X の後半戦の模様をお届けします。さあ、ということで、3回の表、後半戦スタートなんですけど、どうですか？まあ、あの番長はね、一発引っかかれば、先週の最後にも言ってなかった俺先週そんな負けてない負けてないか負けてない俺は今ぶっちゃけ投資は何本投資はね1000枚、まあ2万円、ちょうど2万円、うん、あそうそう、まあなんだお前ダメなやつだな、ほんと意外と。俺あんたも俺バカもっと全然だよ、俺も42本だよ。ふざけんねえバカ2100、バカこの高が2100万円、ハゲこのハゲお前だな、俺はちょっと角砂糖後でやるか、お前黙ってろお前、角砂糖やるから後で、大概にせえよ本当に。いやいやいや、まあでも2人でだから3000枚ぐらいですから、まあなんとかなる。もう聞いたもん、感触あるでしょ。今全然感触あって、でちょっとさっき50乗っけたりして、でまたセット続いてってところでやめたんで、全然この後ですよ、全然ね。じゃああの番長は、じゃあ小島的にはどうなの？小島的には俺じゃない、挙動はもう、挙動はもう完全に、てかビンビン伝わるものはある、すごいある、なかなか答えられない、あの左のライト全然違ったわかるよね、分かる、下か上かなんとなく分かるんだよね、じゃあ、まあ後半戦、この後も頑張って、じゃあ5万枚出すということで、5万枚ね、はい、よろしくお願いします。しょ、はい、今回の収録ホールは東京都台東区にあるスター広小路店、 JR 御徒町駅より徒歩3分、銀座線広小路駅より徒歩30秒。設置台数はパチンコ226台、パチスロ94台、全機種無制限制で手玉の移動共有が OK です。スター広小路店では人気機種から新台まで幅広く取り揃えています。スタッフ一同丁寧な心遣いでお客様をお出迎え。スター広小路店、ご来店をお待ちしております。さあやるよ、俺はやる気だよ、やる気だよ、スタートします。塾長の後半戦は前半戦の最後に武道と入れ替わったモンキーターンで勝負。2セット目に入った SG ラッシュ、このままコインを増やし続けることができるのか。 SG レースも畑野が2番人気と期待が持てそう。これいけるよ、いけるよ、これSG レース勝利で ART 継続、幸先スタートになった。来た、おい無道、塾長、ここで100ゲーム以上の上乗せが確定する究極 V モンキーが出現。おい、まだまだ、おい、ちょっと足りないんじゃない、物足んねえな、物足んねえな、まあまだ、まあまあまあ
ましたよ。調子が上がってきた塾長、ここで一気にコインを増やしたい。30ゲームの上乗せ、さらに来てる来てる、ビール演出で期待大、超来てるよ。来てるよ、今引ける時。うわ、弱い。有効タイミングで来い、有効タイミング。結局この SG ラッシュは3セットで終了となった。はい、じゃあね、まあ、後半戦スタート。まあ本当にこの台、あのね、悪い台じゃないと思うんで、一発ね、本当天国ループ頂きラッシュ、これがうまくね絡んで、まあ、さらにね上乗せレア役ねバンバン引ければ、もうね一撃でカーンといくような台だと思うんで、もうちょっとこれからさらにねもう気合い入れて、本当ふんどし引き締めていきますよね。まあ、ふんどしは履いてないけど。はい、じゃあ早速後半戦いきます。武道の後半戦は前半戦に引き続きボス番長2、高設定の挙動を見せている台で巻き返しはあるのか。お、この S はまあ結構厚いね。はい、まあ、こういうところでねチャンス目解除とかがあるとすごいありがたいんだよね、まあ、展開的には。後半いいスタートを切りたかったが、チャンス目からもなかなか当たらず、コインが飲まれ追加投資となってしまう。当ててくれよ、もういい加減。これは大丈夫でしょ。下手くそ。これはもう大丈夫でしょ。大丈夫。ロゴカットイン出現。これはさすがに当てたい。ここで、あら、武道レギュラーボーナスを獲得。ハグボーナス。言ってみ、ハゲボーナス。ハゲボーナス。何にも言えねえよ。ふざけんなよ、お前。ふざけんなよ。こんなのやってっから出ねえんだよ、お前。レギュラーボーナス終了後、またもや追加投資になってしまう。打ち続けていると強チェリー出現、期待が高まる。これで強チェリー解除の可能性もあるし、さっきのチャンス目解除の可能性もあるし。おー、激アツの次回予告発生。あ、これはもらったの。これもらった。しかしまたもやレギュラーボーナス。ハグボーナス。うわー、ね、はい、ハグボーナス。全然イエスウィーキャントマだね、あいつ。本当はあのハゲ親父じゃあったけど、ちょっかい出すことしか考えてねえんだよ。てめえの番組なんだから、もっと助っ人応援しようっつうの。見た、今緑だったよ。一方塾長は128ゲームを超えてしまったが、わあ、これいいよ、分かってる、もういいの、分かったから出てくれ。懲罰チャレンジに突入。もう設定ないの分かったよ。あとはもう当てるだけだ。当たって出てくれ。おお、来た、一発解除ラッキー。懲罰チャレンジから SG ラッシュに突入した塾長、勢いはまだまだ続くのか。頼むよ。うわ、 SG レースは畑野が3番人気で少々不安が残るが、よっしゃ、よっしゃ、
よっしゃー、よいしょー、勝利で SG ラッシュ継続。いいぞ。50ゲームの上乗せ獲得。よし、乗れ乗れって言ったら乗ったね。頼むよ、もう何度目だよお前。よし、塾長、 V ぞろいで継続確定と嬉しい展開。継続決まったから、まあいい、まあいい。コインが一気に増えていく塾長、前半戦の巻き返しも見えてきたか。結局この SG ラッシュは7セットまで伸び、955枚の獲得となる。もうなんだよ、7連だよ。このまあこのおっさんのスター性なんてこんなもんだよ。この後も96ゲームで優質モードから SG ラッシュに突入、好調をキープする。あ、ハンターでも飲んで元気出せよ。調子が上がってこない無道に塾長がジュースの差し入れ。どういうこと、もう抜けてんじゃねえかお前。いやいやいや、今チャンス目2回連続。もうさ、抜けるのは髪の毛だけにしてほしいよ。うるさい。無道、ファンタム道、ファンタム道ね。よくわかんねえ。バレーボール、誰だバレーボール。このジュースが効いたのか、激アツの次回予告が出現。俺の歴史、また一部。これはもらったな。イエーイ。楽勝。いいんじゃない。よっしゃ、よっしゃ、番長ボーナス確定だ。ムドウ、番長ボーナスを獲得。このボーナスをきっかけに巻き返すことができるのか。レバーオンでいきなり告知音発生。7ぞろい確定。これでね、もうこれで波に乗っていかなきゃね、本物じゃないよ。いただきラッシュ突入。ここでチャンス役を引いて見せ場を作れるのか。気づくと残り1ゲームに。祈りも届かず、あえなく終了。一方、好調な塾長はというと、V だよ、 V、 いいね。あ、 V、 あ、もしかするとチャンス目の解除、すっごい薄いのがあんの。今10何ゲームで当たったんだけど、その可能性が高いです。今、あらららららら、ら塾長、校長はまだまだ続く気配。楽しくなってきたよ。よっしゃい、なんだ
強調すべで上乗せに期待。上乗せ祭り来た。あ、黙ってよ、また塾長全速モードに突入。乗った、まあまあ乗った。結局この全速モードでは90ゲームの上乗せを獲得。その後もチャンス役で上乗せを次々に獲得。前の気じゃね。おお、いやいや、30ないから行きますよ。大地賞1万円休めるよ。今年のもうナンバーワン騎士だよ、俺の中では。いや番長も面白いけど、あー、やっぱこれ面白いわ。お、キョウチェリー伸び悩んでいる武道だが、キョウチェリーからボーナスをゲット。よっしゃ、ここは番長ボーナスを獲得。でかどでか弁当箱が出現し、いただきラッシュの期待も高まる。激アツの子パンが出現。七揃いでいただきラッシュ確定。ここで乗せらんないようじゃねえ、もう。もうここで乗せらんないようじゃねえ。ダメですよ。さすがにこのいただきラッシュは乗せていきたいところ。チェリーで20ゲームの上乗せ。校長、おーし、ナイス、キョウチェリー絶好調。頼むぜおい。ラッシュ中に番長ボーナスを獲得。ここから一気にコインを増やしたいのだが、その後あまり上乗せも引けず、結局800枚ほどのコイン獲得でラッシュを抜けてしまった。しょぼいな。一気に巻き返しを見せる塾長、その勢いはまだまだ衰えず。本日2度目の全速モードに突入。上乗せも順調に増えて、結局トータル80ゲームの上乗せになった。今日はやれる。1000枚いくね、これ。厳しいかな。あー、ダメか。
この SG ラッシュは3セットで1142枚の獲得で終了。モンキーターン、はい、まあまあいいっすよ。勝負どころだよ。絶対当たるってこれ。絶対。一方武道はコインが飲まれ始めたところで特訓演出へ。ハゲボーナスはこれ単独か弁当箱でしかないでしょ。そう。何やってんだよ本当。ハゲボーナス。武道レギュラーボーナスを獲得。その後もあまり展開が良くなく246ゲームまで回してレギュラーボーナスと厳しい展開に。ボーナス終了後104ゲームほど回したところでこの台を諦めることに。まあ今ちょうど104ゲーム、まあ96ゲーム抜けて残りが30分ぐらいということで、ちょっとねこの台を追うのはどうかなと。まあ他に良さげな台があればそっち、ジャグラーとかで良さげな台があればそっちに移動するんですけどね。武道残り時間を考えジャグラーの島へ向かうと、すげえ良さげな台があるじゃない。ジャグラーがね、ビッ3700で10ビッグ19の負け13の66、まあ出ればなんでもいいよ、出れば。早速打ち始める武道、残り30分この良さげなジャグラーでコインを増やすことができるのか。え、巻き返しに成功した塾長、さらにコインを増やすべく打ち続ける。京チェリーがおそらく闇に葬られる、暗黒の歴史に葬られると。92ゲームで流出モードから SG ラッシュに突入。しかしこのラッシュは1セットで終了。その後124ゲームまで回したところで実戦終了となった。お疲れ様でした。終わりです。頑張りました俺、頑張りましたよ俺は。今日は頑張りました。文句なし。最後の人波が欲しい武道、早くゴーゴーランプを光らせたいところ。おーびっくりした。打ち始めから75ゲームでビッグボーナスをゲット。ああもうなんで負けなんの。続けてビッグボーナスを引きたかったのだが、ここは残念ながらレギュラーボーナス。この後57ゲームほど回したところで実戦終了となった。終了。投資が1550枚で回収661枚だからね、まあ、そこまでひどい負けじゃない。あの番長でねもう一発かませてれば浮きが出たんだけどね。さあということで、終わりましたけども、どうでしたズルムケさん。あのね、はい、あの番長はね本当多分いただきだったと思うよ。いただき、あ、うん、文字通りいただきという、うん、いやただね、あの通常 A から這い上がれず、うん、いただき入れても上乗せ引けず、うんうんうん、まあ展開でやられた感じです、うん、言い訳はそれでいいのか。で最後、まあさらにもう一つ加えさせてもらうとすると、うん、最後ジャグレン取り切れずやめ、取り切れずやめ、うん、お前ふざけんなよ。なんだよそれ。でそこまで最悪な展開 でマイナス889枚とかだから、これ
結構検討してね。俺思ったより負けてなかった。いや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 、うん、でも前回も負けてるわけじゃないですか。僕の中で無動産といえばもうクロマティですよ、うん、言うなれば助っ人のそのレベルとしては A ですよ、まあね、うんうん、プロだからね、まあね、だからやっぱそのパチスロのプロを辞めて来店取材のプロになって勘が鈍ったからかなという気はしないでもないですけどね。なことはねえと思うんだけどな。あ、俺も頑張ったら今日角砂糖やろうかと思ったんだけどね。残念でした。で僕ですね、うん、僕が今日は、まくりました。なんとまくりまくりスティ、うん、やりましたよ。前半戦死にそうな顔してたんですけど、映ったと同時に、吹き出しまして、で今日は僕プラス474枚、ツッコミは42本ですから、うん、相当頑張って乗せたっていうことなんですよね、うんうん、グランドスラム一歩手前まで、うん、2人とも多分今日はいい台を打ったはずなんですよ、内部的に、まあ、結果としてね、そういうことになりますね、まあ、出なきゃ悪い台とは言いますけど、うんうん、まあ、内部的には今日はいい台を打ったってことですよね、うん、今日はね。で2人の3枚数がですね、合計マイナス415枚。まあ検討しましたよ。俺が弁当箱取りこぼさなければ浮いてたかもしれない。お前俺少なくともおっさんって何回取りこぼしたの。21回ぐらいまで。確かにね、気がついたらああ言ってたんだ。ああって俺でも何やってんだ。武道さんが取りこぼしたのも俺見て、弁当箱チェリー弁当箱武道さんがそれ取りこぼしたのも見て、モンキータウンってたつかよく見えるんだよ。そう見えるんだよ、よく見えるんだよ。あれあのおっさん何やってんだと思いながら、まあ俺も4回取りこぼしたの。そうだろ、で俺だから25回って考えて、あと俺モンキータウンでボート10回ぐらい取りこぼしてるそう考えるとパチスロ必勝がいいの。ライターなんだから反応して第2リーグ、そうそうそう、反応しないと間に合わねえんだよあれさ。間に合わねえんだよ。まあまあそんなこんなで、うん、結局、僕の攻撃も全部3回終了しまして、表の攻撃本当浮いてんじゃねえか。2人で30回お前ちょっと取りこぼさなければ。ちょっと待って、ね、合計が俺3回攻撃ってマイナス5906枚。何の番組だよこれ。みんなに勇気を与える番組じゃないですからね。俺たちが負けてみんなに勇気与える、あ、俺たちよりまだ下がいるんだって、そういう番組じゃないですよ。で、あのキムさんのチームが今、5932枚のマイナス、うん、なんとプラス26枚、うちのチームが浮いてます。こんな打ち散らかしてハゲ散らかして差は26枚なんだ。すごい醜い争いだよね。キムさんのチームが今2回攻撃してマイナス5932枚。なんだこれさあ、まあということでね、まあ武藤さんはもう今回が最後ということで、うん、それも出演はねワンモーチャンス。いやワンモーチャンス。いやもう本当お願い、このままじゃちょっとね、他局のこういう番組で頑張ってもらうしかないから、ね、いやあっちは俺エースだからさ。あ、そうだ、エースだから、うん、なんでこっち来るとダメなの。いややっぱちょっとアウェー感があるんだよね、若干。アウェー感があるとゾーン過ぎた番長に声突っ込むわけだまあ伊藤新さんとか梅谷くんならあそこでね、やっぱりちゃんと移動するよね。まあまあそこはお前とやっぱり違う、ね、ちょっとね、ぬるくなったよね。違いだよね、うん、まあそういうことで、じゃあ武藤さんは今回で最後ということで、うん、また、次回、お楽しみにしてください。それではさよなら、おやすみなさい。次回のスロモンは3回の裏、木村拓哉ミスター X の前半戦。マイナス収支が続く今回のスロモン、果たしてプラス収支で塾長チームに勝つことができるのか、お楽しみに。